紫色バルベックの色調ですこれ連続可能性あります3択ぐらいまでしか絞れない3択3択です。その3択の中で正解が果たしているのかという問題もありますね。本日のワインはマルベックという黒ブドウ品種から作られたアルゼンチンの赤ワインです。そう、一つ前の動画に引き続き同じ国の同じ品種のワインをご用意いたしました。今回のマルベックは標高が高いメンドーサのウコバレーという産地の中でもパラヘアルタミラと呼ばれる、いわばアルゼンチンにおけるグランクリュとも呼ばれるエリアのマルベックが使用されています。また樽もほとんど使用せず、重たすぎない味わいとお花やスパイスの香りが前面に出る今注目のワインなのです。アルゼンチンのマルベックといえばお肉に合わせる重たい味わいのワインばかりという遅れた知識を、今回の3人のテイスターと、そしてこの動画を視聴してくださっている視聴者の皆様とアップデートしていきましょう。さて、引き続き伊地上さんを迎えまして本日もテイスティングやってまいりましょう。ありがとうございます。いや、濃いな。濃いですね。マルベックの色調ですこれ連続可能性あります、うん、ここまで濃いとちょっとタントリエの可能性を、うんうん、考えるぐらい濃いですね、うん、これ香りが全然しないです。香りしないですよね、うん、いわゆるこのダスティっていうんですが、うんうん、なんか体育倉庫みたいな、ちょっと埃っぽい感じがする。ちょっと酸化的なニュアンスもあるんですけど、でもなんか黒糖みたいな香りがちょっと今出てきてますね、うん、割と熟度高そう。開いてまだないかもしれない香りがね、はい、美味しい。美味しいですね。味はかなり特徴的ですね。ちょっとこの見た目と重たいかな、ガッとくるかなと思うと割とギャップがあるかもしれないですね。これなんかまた難しい品種初登場の人には厳しく言わせていただきます。厳しいな洗礼を浴びせる洗礼をいや、タンニンを連想しながらこの色調で飲むんですけど、そこまでじゃないっていう。そうなんですよね。それが変な感じがしますね。ふわっとしてます。素晴らしい。これ樽はちょっとやっぱありますよね。樽はあると思いますけどね、うん、ちょっとその酢酸系というか、うん、ナチュラル系の味わいをします、うんうん、濃いな、うん、これ色調から連想することじゃないんですけど、やっぱりでもタンニンも割とありますよね、うんうん、はい、結構修練がするから。そうですね、キュッと最後に締まる、うん、なんだろう、こういうタイプちょっといろいろ品種がありね、うん、ちょっと冷やして飲むのいいバランスですよね、はい、めちゃくちゃ美味しいですね。カズさんの熟度は結構高そうですよね、うんうん、この綺麗な酸というか、うんうん、硬さというか、うん、ちょっとやっぱり旧世界を行ってしまうかなというか、うん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 、世界もあるかな、旧世界に行ってしまうかも、でも新世界もあるなと。そうです、色ブレーキのかかるような、はい、どっちに振ったらいいかすごい迷う。結構開いて今来たのかと思うんですけど、うん、割とお花みたいな香りも、うん、まあまあ出てきます、ね、お花の香り、スミレ系ですよね、うんうん、完全にでも香りは、うんうん、あとはクローブみたいな香りとか、うん、やっぱりクローブ感、クローブ感結構強いですね、うん、クローブのホール香ったらこういう香りですね、もうドンみたいな。美味しいっすね。うん、美味しいっすね。好きなワインです。うん。買いですねじゃないですか。買いじゃないですか。塚さんは買いですね。安かったら買いだな。価格によりますよね。やや黒系かなと思うんですけどもね、ちょっとあのイチゴっぽい香りも残ってて、うんうん、なんかセミ MC とかしてる可能性もちょっとあるかなと思いますね。前回のね、アルゼンチンマルベックも赤系黒系が出ましたけども、要はその基本的な赤ワインって赤系の香りなのか黒系の香りなのか分かれることが多いですけども、当然中央のワインというのはその両方の香りがすることもあるということですよね、うん、すごいクレヨンみたいな、うん、わ難しいな。品種的にはちょっとガメイとかメンシアもあるな。メンシアもありますね。画面もあるし、うん、あとは、まあ、こういうギリシャのアギオルギティコもあるけど。アギオルギティコ。やばい、なんか出てきそうです。
そう最初はね、もう当てさせてくれんのかと思ってね、イージーなの出してもらえる、穴を持たせてもらえるのかと思ってないんですね。ほんのりナチュラルなんだよな、やっぱりこのあんまり、うん、ちょっとそっち系の品種に行ってしまうという、うん、ブラウンフレンキッシュとかも、うん、そうですよね。にしてはなんかね、あんまりこうスパイシー感が少ないなっていう、うん、ブラックペッパーちょっとシラーと似てるような黒胡椒のニュアンスとか結構出やすいんですけど、うん、ブラックペッパーみたいな、そこまでじゃないんだよな、うん、あ、そ難しいですよね。こういうシラーもありますもんね。こういうシラーありますよね、うん、ありますね。ダイスアロマはほぼない。そうなんですよね、うんうん、全然こう掴み取れなくて、うん、味強いんですけど、うん、難しいですね、うん、でもこれは私は今好き、私の好きなワイン出してませんけれども好きですね。3択ぐらい今でしか絞れない。3択、3択ですね。ちょっとカリニャンとか酸素、本当にあります。あ、その3択の中に正解が果たしているのかという問題もありますね。カリニャン酸素かなり難しいもんなこれ、まあ、中庸のやつですね、ザ中庸のこの、はいはい、ちょっと酸もあるんで、はい、カリニャンってこういうの出るような、うん、OK です。ではできたら1巡目で終わらせたい、ダメだったら2巡目、ダメだったら3巡目と行く可能性もありそうな。行ってみようかな、僕行ってます。お、じゃあ太蔵さん先に行きましょうか。ブラウフレンキッシュ、ブラウフレンキッシュ、オーストリア、オーストリア、ブルケンラント、ニーダイスライヒ、はい、ニーダイスライヒですね、ニーダイスライヒですね、はい。ヴィンテージ2021、5000円、モリッツ、モリッツ、なるほど、ちょっとナチュラルな感じが、はい、うん、はい、ちょっとナチュラルっていうのすごい分かりますね、確かに。オーストリアはまあ多いですもんね、このニュアンスというのは。はい、じゃあ次ガメイにします。ガメイ、ガメイ、フランス、フランス、ブルゴーニュ、ボジョレー、ブルゴーニュ、モルゴン、モルゴン、具体的なエリアまで、はい、2020年、20年価格です。価格は6000円にします。6000円。さて最後石上さんいきましょう。やばい、これやっぱ後に言うと真似した感が出ちゃうレアなんですけど、はい、まあ、ガメ、ガメ、全く同じモルゴン、はい、モルゴン、はい、ヴィンテージ2021ですね、図鑑安田のプラス1年、はいはい、価格が4200円、はい、4200円と、うん、軽くもなく重たくもないみたいな、その中央のところのワインを皆様探していった、はい、そんな印象がありましたけども、まあ、1名様太蔵さんがブラフレンキッシュ、2名様がガメイということでございますね、はい、今から変えてもいいですよ、はい、どうします？セカンドアンサーを用意してますんで。あ、セカンドアンサー出ました。あ、じゃあ言いましょう、正解言いません。そう、セカンドセミ、そういうことで、セカンドアンサー、ちょっと難しいっすね、はい、1分いきますね、1分用意スタート。ちょっとだけ豆いるんですよ、うん、豆っぽいニュアンス、ちょっとあるんですよね。カベルネフランとかもあるんですかね。あ、そこまでいかない、そこまでちょっとアンサーがあんまり感じないですよね。はい、お時間です。では最初の順番と同じ通り太蔵さんが行きましょうか、はい、何笑いですか。すげえ迷うなと思って、めちゃくちゃ難しいですね、はい、めちゃむずいっす、はい、じゃあ先に行きましょうか。鈴鹿さん行きましょうか、はい、ちょっとモンドゥーズ、モンドゥーズ、フランス、フランス、あ、じゃあサバーです、一応だ、難しいですね、サボでしょ、サボですね、サボ、はい、ヴィンテージは変わらず2020年、20年、はい、金額も6000円で、6000円で、さて石上さんのセカンドアンサーを聞きましょう、はいはい、テンプラリーヨ、テンプラリーヨ、クリアンサ、クリアンサ、なるほど、スペイン、リベラデルドゥエロ、リベラ、はい、2021、はい、価格ですね、価格、はい、3000円、はい、面白い、おお、すごいな、ね、太郎さん、最後お願いします。トゥーリガナショナル、主体、ポルトガル、ポルトガル、はい、道路、道路、2021
2021年、価格が、4000円ですね、はい、なるほどです。めちゃくちゃ攻めてますね。めちゃくちゃ攻めて、過去一攻めてますね。モンドゥーズ、天ぷらの色のクリアンスは通りがなしになるとポルトガルということでいいですね。難しい。さて正解いません。いません、はい、もういっちゃいます。難しいな。美のテラスブラインドテイスティング講座4月より開講、詳細は概要欄で。さて正解いません。いません、はい、もういっちゃいます。難しいな。スイス、マルベック、アルゼンチン、マルベック。アルゼンチンですか。なんと2回連続同じ品種を取りました。いやらしい。でも3と3人でバキツは確かにきつい。アルゼンチン、マルベック、初めて2連続で同じ産地同じ品種を出しました。2020年のアルゼンチン、マルベックでございました。そして、もう頭からマルベック消えてます。マルベック消しましたダメダメ、そういうのはダメです。許しませんから。はい、価格は7700円。あ、でもやっぱうまいんだ。あ、そうですね。美味しいっていうところはいち早くやっぱ感づかれていた、はい、ゼカさんですね。まあ、今はこれはもう今一番こう潮流の面倒さのマルベックで、標高がかなり高い 1200m ですね、うん、高い、はい、で世界史土壌が見つかった、うん、まあ、アルゼンチンのグランクルとも言われるアルタミラというところのブドウを使っていると。なので樽はほとんど使ってません、うんうんうん、はい、なので前回の動画のアルゼンチンマルベックが、まあ、どちらかといえばクラシックなスタイルで樽、はい、をガシッと使うようなタイプだったのに対しまして、前回では950m、うん、今回では今 1200m、 さらに標高が上がっていって樽を使わないで、まあ、テロワールの特徴を瓶内に閉じ込めたというふうな、うん、その一応飲み比べで2連続で出してみたら、初登場の石上さんはどうなっちゃうんだろうっていう。これはすごい。これはきついですね。いや、まさかね、これ2連続で当てたら僕もね。でもなんかすごい、まあ、はい、さっきのよりは、はい、こっちの方がマルベックのインプットにはなってるかような気がします。こっちのタイプの方が色もこういうね、うん、マルベックの色してますよ ね、 ですね、この青黒い、青黒というか、だから見た目の濃さよりも、うん、タンニンがそこまでじゃないっていう感じが、うんうん、いやでもさっきの逆バイアス的な感じですけど、でもちょっともうそもそも割と樽を感じちゃってたんで、うん、最初からちょっと方向はずれちゃいました。うん、なるほどですね。これは難しい。まあ、格好もしかしたら難しかったですし、まあ、最近の潮流のぜひマルベックもですね、うん、皆様飲んでほしいなと思います、うん、ということでありがとうございました。はい、ありがとうございました。決めた。何度目かの決めたでしょう。飲んだら意外とドライだ。ドライな感じで。スーパーもこの間ね、ゴルフありがとうございました。いや、うちの初めてのラウンドゴルフを、まあ、お二人と一緒に回らせていただいたんですけども、全員ワイン一本飲んでくるんですよ。ワインね、ワイン飲みながらゴルフやるんですけども、途中からもう僕、初めてのゴルフです。途中から何やってんのか分からない。あの日、ブラインドでもすごい冴えてましたね。どうですか、ブラインド。僕が持ってきたナーのゴルフの酸素とかもバッチリやつ。酸素ね、本当にこれが酸素かもしれないですよ。結構酔っ払っちゃって、でもその時に太蔵ちゃん言われたのが、いえいえ佐々木君と、酔っ払ってスコアが伸びないともうソムリエじゃないよって言われて、どんな理論、どんな理論で酔えば酔うこと強くなる。やっぱね、お酒入ると肩甲骨の可動域広がるんで。めちゃくちゃうまいです、肩周りが。ナレさんめちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。ジャズ玉ごりごりして乾杯。